おはようございます。ここは阪神電車大阪梅田駅。今回から球場探訪というのを始めたいと思います。この駅から開始って時点で野球知ってる人ならどこに行くのかお察しだと思いますが、なお今回向かう球場は駐車場はありませんということなので、車を持ってる方もできるだけ電車で行きましょう。阪神電車はジェットカーに乗るのが楽しいんですけど、あんまり時間ないので先発の特急に乗っていくことにします。大阪の高校野球ファンとしては最初は舞島にしたかったんですけど、なんか今一つな写真や動画ばかりだったので、改めて現地取材してから作成しようかなと。どうせこの後嫌っていうほど行くだろうし。そして特急列車に乗ること約15分ぐらいで甲子園駅に到着。この日はプロ野球も高校野球の開催もありませんが、それなりに乗降客は見られます。そもそも甲子園自体は西宮七重と呼ばれる高級住宅地の一つですからね。乗車人員も梅田、三宮、天ヶ崎に次いで第4位で、野球以外の利用客も多い駅です。さすがに校舎用ホームを使用するほどではありませんけど。そして駅南側に見えるのが高校野球の聖地、阪神甲子園球場。目と鼻の先ってほどではないですが、こうしてはっきりと外観が見えるぐらいには近いアクセスです。阪神タイガースの本拠地でもあり、プロ野球開催時は観客の9割を阪神ファンが占めます。ただ今年のチーム状態を考えますと、わずかながらのビジターファンや駅員さんにはこの垂れ幕の言葉はとても切実に見えてきます。実際まだ開幕して1ヶ月ちょっとですが、警察沙汰のトラブルが数件起きてるみたいですし、甲子園駅やその周辺もこの数年でだいぶ整備されました。10年代行ってないって人は変わったなーって驚くと思います。かくいう私もこの日4年ぶりの甲子園です。この駅前もコロナ禍前の高校野球開催時には始発前でこの辺が最後尾でしたから、前売り券がなかったらとても行く気にはなりませんでした。ちなみにこの日は大学野球の関西学生リーグの試合を観戦しに来ました。毎年関関戦がここ甲子園球場を使用しているのです。会場10分前に到着しましたが、多分並んでたのは20人ぐらいだったかな。高校野球に比べればなんと平和な光景でしょう。なのでちょっと早起きする程度で、某蛍光色の人の指定席である A 段73番への着席も十分可能です。平日開催ならさらにその可能性が高まります。プレーはもちろん、阪神園芸さんの紙整備もこうして間近でじっくり見ることができます。今年の夏の甲子園はこの席が4200円と大幅な値上げがされましたが、大学野球は一律料金なのでたったの1000円でこの席に座ることが可能です。大学野球良くないですか？みんな高野連や朝日新聞嫌いでしょ。そういうのに嫌気がさした方は大学野球をぜひともおすすめします。トーナメントやリーグ戦の違いこそありますが、プレーのレベルも高校野球より高いです。そういう人はわざわざ現地まで見に行くような人じゃないんでしょうけど、例の八号門の集団がこの席に固執した理由もこの席に座ればなんとなくわかります。マジで遮るものがありませんからね。私は試合を見るのにこの位置は好きじゃないので、少し撮影したら満足して他の方に譲りました。さてここらで甲子園球場のスペックや歴史についてざっと語ってみたいと思います。甲子園球場は当時人気がピークに達していた全国中等学校優勝野球大会の開催を主目的に建設され、1924年に開場。現存する本格的な野球場としては国内最古のものとされています。甲子園という名前は1924年が実感12時の最初の組み合わせで、縁起の良い木の枝年だったことから命名されました。当初は甲子園大運動場という名前で、野球以外にも陸上競技場や球技場としても利用されることを念頭に置いていたため、中堅120メートルほどで、両翼も110メートル、左中間は128メートルと今よりもかなり広大なグラウンドでした。実際1934年に日米野球で来日したあの野球の神様ベーブ・ルースをして、でかすぎやろと驚かせたぐらいでした。
当初は全面土だったグラウンドも、外野に芝が張られ、スタンドも、アルプス席、外野席と木造から、鉄筋建設へと段階的に改良されて、この頃は、収容人数は7万人だったとされています。また、戦争中に改修されるまで、銀傘はアルプス席までかけられていました。観客の熱中症対策に関しては、私は、この銀傘の規模を復活させるのが得策かなと思ってるんですけど、本格的な野球場ではありますが、もともと野球以外も利用できる運動場として建設した経緯からか、今も、アメフトの甲子園ボール、過去には、スキージャンプの大会もやったことがあります。当時は、人工雪なんてものはなく、妙高山から半日ぐらいかけて雪を運んできたそうです。コンサートなどを行うことも可能です。戦後、米軍に接収されてましたが、1947年に一部解除されると、ラッキーゾーンが日本で初めて設置されます。戦前から小柄で非力な日本人では、本塁打が極端に出にくい球場とされるほど広大であったための措置でした。とはいえ、1991年に撤去されてからも本塁打は出にくい球場の部類ではありますが、この間にも、ナイター施設の新設、観客席、スコアボードの更新など、段階的に改修がなされました。90年代に老朽化が顕著になり、一時はドーム球場の建設も視野に入っていましたが、バブル崩壊、阪神淡路大震災の影響もあって、その計画も凍結。基礎部分を残して、2005年から約5年をかけての大規模改修をするプランに変更することになりました。その大規模改修を経て、2010年には、現在の姿になっています。しかし、球場の基礎部分って1930年ぐらいのもの。この作りが、相当しっかりしていたのが、阪神淡路大震災で証明されました。スタンド内の施設の一部崩落や亀裂こそ発生しましたが、周辺は、建物そのものが倒壊、崩落してましたからね。1995年の試合時には、大きな地震が起きても、甲子園球場は安全ですというアナウンスがされていたのを覚えてます。現在の甲子園球場のスペックですが、両翼95メートル、中堅118メートル。いわゆる規格を満たしていない球場なのですが、あれは、1958年以降に限る規格なので、甲子園は特例として認められて、今も、阪神の本拠地をやっています。とはいえ、右中間、左中間の距離も118メートル。グラウンド面積は、13000平方メートルと、他のフランチャイズ球場と比較しても、決して狭くはありません。関西のメディアでは、この面積をもとに、広い場所を紹介するときは、甲子園球場何個分といった表現をされます。収容人数は、約4万7000人とプロ野球本拠地でも最大です。しかも、この規模を、一層式のスタンドで実現できてるのが凄まじいです。通常の球場は、外野スタンドが低くなったりして、収容人数も少ない中、甲子園は、外野スタンドも高さが変わらず、収容人数の4割を占めているほどです。内野は黒土、外野は天然芝と選手に優しい構造。特に、土に関しては、水はけが抜群に良く、阪神園芸さんの技量もあって、多少の大雨の後でも、早めの試合再開、開始にこぎつけることができます。外野の芝は、オーバーシードの二毛作方式を採用しており、夏芝、冬芝を用いることによって、一年中、緑の芝でプレーすることが可能です。そして、甲子園球場の特徴といえば、これです。主に、夏季に、ライトからレフト方向へと吹く浜風です。特に、左打者にとっては逆風になり、右打者は、フォローになることが多いですが、三塁方向にも強烈に吹くので、ボール際に流されてファウルになることもあるようで、必ずしもフォローになるとは限らないようです。また、場所によっても風の吹く方向が違うこともあるようで、赤星憲広氏が選抜の決勝で解説をするときは、毎年スコアボードの上以外にもこの辺の旗も見てたって言ってますね。こういう要素や右中間、左中間の広さも相まって、今も本塁打が出にくく、実際、本塁打パークファクターは、12球団本拠地の中でも最低クラスを記録することが多いです。ちなみに、今のスコアボードで3代目です。2019年に、一面の大型ビジョンになりました。以前は、チームと選手、スコアの2面に分かれてましたが、
この改修によってビジョン前面でムービーを出すことが可能になりました。また今年から照明設備が LED になりました。長年続いたカクテル光線を再現できる特注品なんだそうです。写真は冬に訪れた際、まだ工事中だった時のものですね。次は観客席について説明しましょう。甲子園の客席は内野席、アルプス席、外野席のゾーンにそれぞれ分かれています。まず紹介するのはアルプス席。高校野球では出場校の応援席となっています。席の形状は地方球場にありがちな背もたれなしの長椅子式のベンチシート。内野席がこの形式になっているのはプロ野球本拠地球場では唯一です。アルプススタンドはもともとは通称でしたが、現在は正式名称になっています。この名称は1929年夏の大会に取材できていた風刺漫画家岡本一平が、観客の着衣で白く染まったスタンドを見て、そのスタンドはまた素敵に高く見える、アルプススタンドだ、上の方には万年雪がありそうだ、とキャプションを入れた漫画を朝日新聞の紙上にて発表したことが由来だとされています。次は外野席。こちらもアルプス席とほぼ同じベンチシートです。以前は高校野球なら無料で入場できましたが、2018年夏より有料化されました。当時のここ数年の混雑具合を考えれば仕方ないことだと思います。そもそも地方大会で外野席が開放される場合は多くが一律の入場料金なので、だかだか500円で甲子園の席に座れるんだぞ、ガタガタ抜かすなって思ってました。傾斜はそれほどではないですが、席の前後の間隔は結構狭いので、ロッテの跳ねる応援すると前に転げ落ちそうで結構怖かったりします。ちなみにこの外野席もヒマラヤスタンドっていう通称があったそうなんですが、定着しないまま忘れ去られたようです。内野席です。こちらは背もたれ付きのシートになっています。肘掛けのところにカップホルダー付きのテーブルがあり、私のようにカメラやメモ帳など小道具をたくさん持つ人にとってはなかなか役に立ってくれます。上段は一塁側が IB シート、三塁側がブリーズシートという名称になっています。そして下段のフィールドシートに当たるのが SMBC シート。席の構造はほぼ上段のものと一緒です。そしてこちらが選ばれし者しか座れないバックネット裏の東芝プレミアムシート。クッション性のある肘掛け、上質な肌触り、弾力のある人工皮革によって施された座面と背もたれ、席の作りが先ほどの席とは違うのが一目でわかると思います。日本の球場では珍しくバックネット裏下段に席があるので、テレビ中継があればしっかり映ります。蛍光色のシャツを着たり、わざわざ警備員に注意されながらも立ち寄るなど、目立ちたがりの人間が後を絶ちません。遮るものがない見やすさとグラウンドのレベルの臨場感もあって、とにかく人気の席です。ご覧のように大学野球ならたったの1000円でこの席に座って観戦することが可能です。高校野球は今年から4200円、プロ野球はそもそも80万する年間シートでしか販売していません。どれだけ価格の値段で見られるかがわかるかと思います。一応身分制を甲子園でやる場合、全席自由席なので1000円で座ることも可能ですが、平日でも席の争奪戦は必至なので、一度でもこの席に座ってみたいという方は大学野球をおすすめします。あと甲子園の名物といえば球場外観のツタ、大規模リニューアルの際に取り払われましたが、また植えられて現在はまた結構育ってます。球場についての説明を一通り終えたところで、最後に私がテレビや映像では味わえない現地観戦ならではのたまらない瞬間っていうのをお見せしますよ。球場入り口から通路を通ってゲートから出ると、目の前に広がる広大なグラウンドとスタンド、そして青い空、ボールがミットに収まる乾いた音、
バットにボールが当たるカキンという音、応援の声や楽器による音、その全てが銀傘によって響き渡ります。気候によって微妙に感じ方の違う土や芝生の匂い、それらを感じながらプレーするグラウンド上の選手を見るスタンドの人たち、現地観戦は五感を通じて球場で野球を見るという場所の素晴らしさを体感することができます。特に甲子園球場は他の日本中の球場、いや世界中の球場と比べても格別にスケールが大きいのです。おそらくベンチにいる選手も同様でしょう。そんな格別の環境の中で実際にプレーする選手は、満員なら5万人近い観衆に見守られてプレーします。いろいろ課題の多い高校野球ですが、100年以上の歴史があってこれだけ連日人を集めれる学生スポーツなんて世界中探してもそうはありません。もはや一つの文化と言ってもいいものです。改修後も古き良き部分は残り、五感に訴えかけてくる伝統あるこのグラウンド、球場はいつの時代も球児だけでなく日本の野球人にとって引きつけてやまない憧れの聖地であり続けるのだと思います。ご視聴ありがとうございました。